な、エリー、先に来ていたのか。うん、ロイド、お疲れ様。明日の準備、明日の準備、もう終わったの？もう終わったの？ああ、一通りはね。さすがに万全とは言えないけどさ。不思議ね、こんなにも危機的な状況なのに。ベルのこと、おじさまのこと、キーヤちゃんのこと。そっか、俺も同じかな。これもエリーやみんなのおかげだと思う。ありがとう、本当に。お礼を言うのはこちらの方よ。あなたがいてくれたから私は今ここでこんな風に立っていることができる。ありがとう、本当にあなたがいてくれてよかった。エリお役に立てたのなら光栄かな。少しはリーダーとしてみんなの頼りになれるくらいには成長できたってことか。あなたはとっくに私たち全員のリーダーよ。でも私が言っているのはそういう意味じゃないわ。今回の事件どう決着したとしてもクロスベルは大変なことになるわ。それぞれがそれぞれの力を最大限に活かせるような立場で努力していく必要がある。クロスベルを立て直すために。ああ、俺はこのまま警察で、ランディは多分国防軍の警備隊に戻って協力を要請されるかもしれない。ティオは財団に戻るかもしれないけど、もしかしたら動力ネット方面だ。有事における行政外交方面での危機管理、まさに今回のような事態に対応できる力を手に入れるために。エリーならやれるさ、なんて励まされたらどうしようかと思っちゃった。本当ならそんな風に言えなきゃダメなんだろうけど、そう簡単には割り切れないみたいだ。それはどうして？それは答えてロイド。私に不安があるとしたら、あなたがどう答えるのかだけ。どうして私が話がしたいって言ったのか。エリー、最初はさ、ぼんやりとした憧れだったんだ。その子は可憐で凛として、それでいて包容力もあって、出会った時からいろんな意味で綺麗な人だなって思った。白状するとずっとドキドキしていたんだ。さすがに1ヶ月もすれば住む世界が違うお嬢様なんて風には思わなくなったけど、それでもずっとその子の同僚であるということは
俺にとっての密かな誇りだった。その子の相談を受けたり、ささやかだけど力になれたのは俺。そして1年近く経って、楽しいことや苦しいことを全部一緒に乗り越えてきて、離れ離れになったけど、やっとの思いでまた会えて、今もまた出会った時みたいに。ロイド、好きだよエリー。仲間として、家族としてだけじゃなく。ロイド、私もあなたが好き。あの時の続き、ずっと待ってた。たとえ仕事で同じ道を歩けなくなったとしても、そんな関係になってくれるか。